2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一位になりまして、バイナリーオプションの世界スペシャリストになった半間陽先生です。1億円近く投資をしておりました。で、2017年は世界第2位の成績でした。現在はズルトレーダーは FX 統一となってます。今回、半間陽先生は、1時間バイナリーオプションの調整中、非常に安定性がよく、勝ちやすいということでね、分析が長くてね、短期じゃないんで非常に分析がしやすいということで、長い分析ですねをじっくり分析できるということでね、非常に高速なスーパーコンピューター使うわけじゃないので、1時間のバイナリーオプションというのは非常に分析がしやすいわけですね、パソコンでね。ということから今この3台でですね、1時間足の分析をしております。で、このようにね、3台で分析してるんですけれども、こちらのね、1時間足で、1時間のバイナリーオプションを分析してるんですけれども、これ1分足で分析してます。これは15分足で分析してますね。あ、15分か。15分足で分析してます。これが5分足で分析してますね。ということでね、各自違ったね、分析方法で、同じ 1時間のバイナリーオプションで、分析してます。1分足だと、ここ3日間ぐらいの分析のシグナルで、勝率がね、今 77.8% とか 100% っていうのがありますね。で、100% で7個のシグナルが出てると。これ 100% で10個と。ね、そんなことでね、シグナルを分析してからシグナルが作られるんですけれども、このね、分析、今日ね、昨日今日の成績は勝ち越しました。少しですけどね、試験投資してみたんですけど少し勝ち越しました。それでこれはね、1時間なんで1時間以上分析が必要なんですね。で、今出てるのはこちらでは15分の分析では、足では7個ね、6個ですね。これは7個ですね。これは5分ですね。5分の分析ですね。で、こちら注意していただきたいのはね、ここのね、左のね、伝言で、通話国のリストね、これ出しといてください。これを出さないとね、この表示が乱れるのが出てくるんですね。これちょっと出てきたかな。出した方が安全性があるんですね。シグナルがうまく、表示がうまく出ないことがあります。ちょっとこれまたね、ずれてるんで、これがまた困っちゃうんだけどね。まあ、しょうがないですね。これは終わり次第ね、分析終わり次第、新しいデータになるかと思うんで、しばらく待っておきましょう。あと3578案ですね。まあ、後半がね、分析できなくなっちゃいますけどね。まあ、しょうがありませんね。ということでね。これ、分析データシグナルだからね、これね、困っちゃうね。勝利の関係でね、ちょっと意味不明なんですね。バグじゃないんですけどね。ここがね、だんだんずれてきて、表示が乱れちゃうんですよね。これ、困った話でね。原因不明なんだけども、こちらのはちゃんとなってんだけど、分析範囲を広くすると起きるということは知ってるんですけどね。
この程度の分析で乱れるっていうのはちょっとね、問題が、ね、今、立ち上げたらまたいいんですけどね、そういう必要があります。で、まあ、このようにね、分析が 80%、100%、これ 100% で10個あるんですね。まあ、1本足のものはたくさん出てきますね。これ15本足。これはね、1ヶ月半ですね。1ヶ月半の前のから現在までの分析ですね。これは3日でしょ ?3 日前から。これは、だから、これは、これはだいたい3週間ぐらいですかね。3週間。あ、3週間に、2週間ぐらいですね。2週間ぐらいだと思いますね。これはね。から分析となりますね。5分足なんでね。これは3日ぐらい。これはね、1ヶ月ちょっとですね。大雑把になりますので、分析がね。ということで、まあ、分析しておりまして、もう、時間が4時19分、8月25日、もう朝方の4時19分ですね。朝方になりますもん。まあ、そんなことでね、分析をして、最良のね、シグナルを、作ってるんですけれどもね。まあ、非常に今度は、素晴らしいなということですね。この下にリンク先にこれ入手できますから、USDJPI を無料版提供してますので、ね、ぜひ使ってください。そんなことですね。まあ、分析は少ないけどね、1分足細かいだけでね、そこら辺はあるんですけどね、まあちょっと、4時20分であと1時間ちょっとしかないんで、分析終わるかどうかわかんないんですけどね。まだこの3258秒もあるんですね。